私は聖徳太子一度に十人の話は聞いたと言われている。二十歳で戦勝になり蘇我の馬子と力を合わせ天の中心の新しい国づくりを目指すのだ。それが私の理想。世界を決めたのは私、家柄や出身地は関係ない。能力の割ごとくが役人に。17条の憲法を定めたのも私。そうだ、役人の心がない。一つ名を大切にし争いをやめよう。一つ裁判は公平に行え。一つ地方の役人は勝手に税を取り立てるな。地をまとめ上げ天の中心の国に。それが私の理想。今でついに使い送ったのは私。文化や政治の仕組みを取り入れ、ついに使い堅実しもらいます。